ワールドカップ開幕おめでとうございますということで、昨日見ましたか、サウジアラビア対ロシア、ロシア強かったねということで、サウジアラビアが弱かったのかなとかも思いつつ、開幕で開催国でね乗ってるというか、ホームだからといって5-0はやりすぎよロシアさんということで、まあいろんなねワールドカップの楽しみがこっからまだスタートだから、こっからもう目白押しなんだよ、いろんなことがパーパーということで、ワールドカップを 100% 楽しみたいななんて気持ちもあると思いますが、今日はね神アプリを紹介したいと思います。これです。まあ、神アプリっつってもなんてことはない NHK の公式アプリなんですけども、こちら NHK ワールドカップで検索すると出てくると思います。もしかして Android はちょっとわかりませんが、これすごいのがですね、まあ、トップページ日本、これもう 100% もうね100倍200倍楽しくさせるから、まあ、例えばね今出てるのが、まあ、これ日本グループポーランド、セネガル、コロンビア、日本ね、これね、グループリーグのランキングだとか、まあ、今日あった試合、ロシア対サウジアラビアで、次がエジプト、ウルグアイ、モロッコ、イラン、ああ、そんな感じかと思うやん。これね、なんと、このアプリさえあれば、試合見れるんですよ。ただ、ロシアとサウジアラビアの試合は僕、テレビで見てて、その時はまだこのアプリを知らなかったんで、その試合中、どんな感じになるのか分かんないんですけど、ツイッターとかで調べると、15秒ほどの遅延。テレビより15秒遅れて映像が出てくるだけで、まあ、それ以外はねそんなに申し分ない。ただこれのねものすごいことあるのよ。見てハイライトとか見れるし、例えば日本とか選んでると、俺今日本好きなチーム応援してるチームを日本に選んでるんで、日本のコンテンツがいっぱい出てきます。 NHK なんで日本のものは豊富だと思う。他の国はちょっとわからん。パーチャマでございます。さあ早速見ていきましょうということで、まあ、これちょっとね、まあアプリの、ね、中身ちょっと何が、ね、権利に引っかかるかが分かんないんで、まあ、映せませんけど、こうやってね直撮りでねこうやって見せていきたいと思います。グループリーグとかいろいろあって、まあ、普通のやつではあるんだけど、よくあるアプリとかこういうのは当たり前じゃん。こう得点とかさ、それがすごいのがね、このロシア対サウジアラビアってタップするとタップできる試合がね、ハイライトでこれ全部見れるわけ。これちょっと権利上怒られるかもしれないから止めるけど、で何よりね、これすごいのがここ得点とかイエローのシーン、こうダイジェストがね見るじゃん。ここ別カメラっていうとタップするとこうやってカメラをねいっぱい切り替えられるの、ほらすごくない。で何よりこのね一番どこだっけな、戦術カメラっていうのがあるんだよ。戦術カメラどれだ、戦術カメラ、あこれ90分見れるんだよ、この画面上から。これ見れるってことはさ、何あのな今フォーメーション何なんだろうとか、なんであのボランチやカウンターの目全部潰せるんだとか、そういうのがね全部見れてくる。すごいよね。これも普通のテレビよりいいじゃんってなるわけで、プラスしてあとなんだこれのね、もっとすごいのは設定っていうのでね、でこれは今ねお気に入りのチーム、ここ見えるかな、今お気に入りのチーム日本にしてるんですけど、ここ通知をカスタムで押すといっぱいね選べるんですよ。で例えばこのイングランド、こうでしょ、したらここでほらラインナップとか試合開始とかさ、その通知が欲しいタイミングっていうのを選べるわけ。ラインナップとかだったらだいたい試合の30分前に通知が来て、まあ、イングランドとどこどこの対戦始まりますとスタメン出ましたみたいな感じで出るから、まあいつもだったらさ朝起きて今日は何の試合があるかなみたいな、であスペイン対ポルトガルかーっつってさ、あロナウドとラモスチームメイトがどう戦うんだろうとか、まあ、妄想するのも楽しいけど、それ以外でもなんとなく、まあちょっと見たいかなぐらいのところはここ入れて通知でさ、ラインナップとか、どうしても忘れないところはもう全部通知入れちゃうとか、この通知入れるチームもね、こういっぱい選べるんで、選んでから、その見逃しがね、全くなくできるっていう。すごくないこれ。マジで。やばくね。しかもね、あと僕がね、気になったのがこの、データっていうとこがあって、今あるのがこれほらワールドカップトータルでのこれなんだっけ、合計ゴール数とか1試合につきゴール数、これ平均ゴール、このこことかもう走行距離とかも出てくるわけ。やばいよ。でこれなおかつね、
みんながさ、よく聞く、どこ、あの、日本代表とかもそうだけど、リーグ戦とかも、クラシコとかもそうだけどさ、俺に聞いてくるじゃん。どっちが勝つと思いますかってやつ。で、俺はね、そんなこと言ってもナンセンスだから、興味ないって言うんだけど、それがね、わかる機能が。わかるってか、これ見て。見分けられるの。これ今日本だけど、左から試合ってあって、勝ち、負け、勝ち、負け、分け。まあ普通じゃん。こことかほら、ゴール数、成績、ボール支配率、パス成功率。これ全部出てくるわけ。ほら、守備、ボールリカバリー、タックル、クリア、ブロック。で、イエローカードどうかなとか。で、ここ一番下見て。チーム比較。日本と、例えばじゃあ、これがさ、まだね、これ試合が始まってないから、データ出てないけど、例えば日本がね、あの、グループリーグ突破して、次じゃあ、クロアチアじゃんとかなったら、こうやって、クロアチアのデータと、こうやって並べてさ、比較できんの。すごくない？これじゃあ、ね、あ、こう、これ見るとさ、シュートの本数は高校なんだって。ゴール枠内は、枠内、日本の方が多いぞ、みたいな。で、クロアチアでも枠内少ないけど、シュート本数自体は打ってると。で、ゴール枠外がすごい多い。ただ、まあこれフィットしていったら、フォワードの選手がフィットしていったら点どんどん入っていくんじゃねえかなとか。守備は、ボールリカバリー、タックル、ブロック、クリアと。これで全部出てくるわけ。だからまあ、このね、今まだ1試合しか行われてないから、データ充実してませんが、どんどん充実していって、決勝トーナメント行くぐらいになると、もう各グループリーグのさ、データもね、もう全部入ってさ、おもろい、おもろいってなるわけ。これ絶対おもろいよね。これ見て話したらいいよね。今までだったらさ、まあなんとなく、あ、ロナウド、まあ、試合起こった、大会だから、あの、なんていうか、どうなるか分かんないじゃん。どこが優勝しますかって聞かれても、いや、まだ分からんやんっていうところなんだけど、これね、これをね、どんどん蓄積されていって、まあベスト16ぐらいになって、例えば、ね、ドイツとアルゼンチンが当たりますよとかさ、どっちが勝つと思いますかって、これ見てやれば、まあ話の参考、まあそれ通りにね、なるか分かんないけど。プラスしてさっきの動画でさ、あの、テレビで見ずにこれで見て、戦術カメラでずっと見るわけ。そしたらさ、あ、これ、アルゼンチンの穴ここじゃねとか、アルゼンチンの得意技これだみたいな、このパターン多いぞとか、すごく分かりやすいじゃん。やっぱり、横から見てんのと、普通のサッカー見てんのと、上から見るのじゃ、全然違うと思う。それで、もう、アルゼンチンはこういう戦い方してる。で、ドイツはこういう戦い方してる。だったら、こうこうこうでこうじゃないっていうのが、これだけで分かる。すごくないこれ。しかも、なんか、開催都市情報って会場の紹介とかね、スパルタックスタジアム、動画でね、なんかあるみたいです、これね。まあ、興味ないんで見ないんですけど、これはね、ぜひもうマストですよ。うん。これもう、なんでもないんだけどね。案件でもなんでもないよ。NHK から案件とか来るわけねえから、俺が。ってことで、まあ、そんな感じなんですけど、ちょっとね、興奮して、まあ、中身もないし、ただね、俺、iPhone のね、画面をね、撮る機械がコードがあったんだけど、あの壊れちゃってさ、本当はねこれもっとクリアにちゃんとバンと映せるんだけど、画面自体を録画してね、それができないんだけど、まあ、ちょっと今日ね出しとかないと遅くなっちゃうから、それをなんていうのコードを買ってさ3日後ぐらいにやっても、ワールドカップもちょっと開幕したっていう、これから絶対全部見逃したくないみたいな気持ちがあるだろうから、ちょっとね動画を出させていただきました。これ見てね、これ見ると、あの僕もライブでね、昨日もサウジアラビアとロシアの試合で、これもねどんどんやっていくんで、できればね全試合ライブで、まあ、応援チャット枠やりたいんですけど、まあ、これがあればもっとなんか深くサッカーを見れるかもなと、で話題もねどんどん広がっていくんじゃないかなと思って、ぜひねそのライブ枠、見たい人はこのアプリ取って、あ、シュート本数こうだよとか、みんなお互い見ながらいろいろね話をできたらと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ワールドカップ、あと何試合あんの？あとめっちゃ試合あるけど、できるだけ多く見ましょう。さようなら。パー。